どうもこんにちは、山時です。です。はい、ということで今回なんですけども、前回はね、家族みんなでね、初乗車ということで、ここまでね、やってきたわけなんですけども、今現在ね、このバスの外装がどんな感じになっとるかって気になっとる方結構いると思うんですよ。窓ですね。横の窓とか後ろの窓、あとは天井ですね。その他ね、ちょっとサビとかちょっと出てきてるんで、そこら辺をね、ちょっと今回ね、お見せしたいと思います。はい。山時計のペンティプライス。あ、そうそう、これね、スロープ買いました。何センチぐらいかな、5センチぐらいのね、スロープ買いました。ちょうどね、ここが、前回のね、動画でもこうガタンって上がってるとこあったと思うんですけど、最後に。こんな感じで。結構ね、段差がね、割とあるんですよね。このゴムのね、スロープですね。これ買いました。多分これでね、ちょうどいいぐらいと思います。まずね、皆さんどこが気になっとるかなっていうことで、思ったんですけど、そう、この窓ですね、まあ、白くなっとるんですけど、これね、断熱材が丸見えやったもんで、これ応急としてね、今塗ってある状態なんですよ。なんでちょっとね、もう浮いてきとるんですけど、これはね、一旦今後また剥がしてね、隠す予定です。これ断熱材なんですよ。これ見えとるやつ、縦に。あんまり断熱材ってね、紫外線あんま当てると良くないっていうらしいんで、で、まあ応急としてね、一旦、まあこういう白のボディと、まあ、合わせてやってやるっていうような感じですね。はい、じゃあ次、前ですね。前なんですけど、これ。サイドミラー。これがもうね、サイドミラーがね、もうバリバリになってね、こう塗装が剥がれてきておりますね。これ、うわ、取れた。で、これは中がもう錆びとるっすね、これだいぶね。いや、取り替えるっていうか、一旦ここから外して一回塗装しようかなっていうふうに思います。これね、綺麗に錆び処理して、こう見た時結構やばいもんな、うん、早急にやりたいですね。前はこのここが剥げてきてるっていう、これね、多分ね、高圧洗浄機でやったったと思うんですよね、これ。で、まあ、よくね、質問でもあるんですけど、全塗装しないんですかみたいな感じのコメントをね、結構いただくんですけど、全塗装はね、いずれ考えてます。はい、ただね、色が決まらないんです、なかなか。なんで、今ちょっとね、検討中ですね。で、あとは。これさ、あっちのミラーと多分同じだけど、中見えてないから、サビじゃないってこと？あ、ほんとや、ここも塗装剥げとるな。ほんとやね、剥げてますね、ここね。結構汚れが。すごいよね。そう、こっちゾーン多分結構汚れてる、うん、こっちゾーンはね、向こうの駐車してたところはこの辺全然隙間がね、こんな状態だったんで、全くね、洗えなかったんですよね、特にこっち側なんで。上とかめっちゃやばいんですよ、向こうと比べてね。っていうような感じで、こっちも塗装してあるんですけど、まあちょっと浮いてきとるですよね。で、こういうところも断熱材が丸見えですっていうことですか。で、あとは後ろちょっと前やりますか、ちょっと狭いんで。どうでした？浮いとったで、なんか。浮いとった。浮いとった。後ろっすね。後ろはね、これ今、木材がね、丸見えなんですけど、ここもね、いずれ隠します。はい。今はね、丸見えですけどね。塗
塗装と合わせてね一緒に隠していく予定です。天井はね、そんなにめちゃめちゃ汚れとるってわけじゃないけど、こういう、なんつうかな、黒いところあるんですけど、これ錆転換剤をね、塗ってあるんですよね。錆できとるところを塗ってます。っていうのも、まあ、このルーフにね、穴開けた時に、鉄板カットしたじゃないですか。まあ、それの、まあ、破片っていうかね、ルーフに飛び散ったやつで、若干ね、やっぱ錆がついたところがあるんで、それで転換剤塗ってますね。はい、っていうことでね、まあ外観の方はね、まあこんな感じですかね。うん、うん、まあこういうミラーとかはね、また手直しするときはね、サブチャンネルの方でね、多分上げていくと思います。またよかったらね、サブチャンネルの方登録よろしくお願いします。はい、と、はい、うことで、今からはね、ちょっと綺麗にしていきましょう。はい、こんな感じですね。こうスポット溶接してあるところを踏んでいくと骨組みになっとるから、登りどころ。よいしょ、結構汚れとるでしょこれ。めっちゃ汚い。まず一旦水かけます。危ないぞ。まだねソーラーパネルもまだつなげてないんですよね。その前に一回ね綺麗にしときたいですよね。よいしょ。ああ、いいね、いいね。いいね、いいね。あ、このモップ最高。めっちゃいいわ。そやね。なかなかね、天井洗うって大変やからね。うわ、すごいな。すごいね。全部あそこ溜まってくるんやろね。いいよ。うわ、やばない。なんか泥？泥やな、泥。苔やよね、これ。あ、ちなみにこの中はというと、ラジエーターのサブタンクっすね。うんうんうん。ちょっと閉めて。なんかカーチが前に立つとすんげーでかく見えるな。嘘。いい感じ、いい感じ。あの角いける。本当にコーナー。あー、そこ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 。かゆいとこ手が届いたみたいな。そういうことやろ。もうお昼やね。お昼。あとちょっとやね。いやいやいや、まだ反対が終わってませんから。いやー、でも白くなりましたわ。随分ね。後ろ、今から後ろ、もう苔がやばいことなってる。これ苔、これリアのガラスなんやけど、こういうとこね、この隙間、ここがすごいんよ。こういうとこをきれいにするだけでも全然違うよね。うわ、めっちゃきれいになった。うん、結構さ、後ろから目立つよね、こういうとこ。もう苔でびっしりやったんやけど。もう取れました。はい、ということで、まぁ、こんな感じでね、綺麗になったんですけど、もう今まではね、2年間ね、中を、ずっと改装してきて、ちょっと外装の方がね、まあ、おろそかになっとったんで、まあ、これからは、まあ、キャンピングカーとしてね、8ナンバー取れたんで、外装の方ね、今度はしっかり、見栄えよくね、直していく方向で、ちょっと進めていきたいなというふうに思います。はい。はい。まあ、あそこのミラーやね、特に錆び取る部分、うん、あそこも直して、ちょっと見栄えよくね、やっていきたいと思います。はい。まあ、最終的にちょっと全塗装できるように、しっかりね、やっていきたいと思います。はい。はい、ということで、ね、今回の動画は以上になります。そしたらまた、バイバイ。バイバイ。